ちゃんお疲れ、マッチピカピカ、かしきまし結婚してありがとう、やだけど帰っとくね、なんとかなるぞピカピカ、ゆうゆうゆうピカピカ、福ちゃんお疲れ、かーくんハート、かずくんハート、藤岡猫にはハート、けいたかわいい、ゆうやハート、こんばんは、こんにゃピカピカ、つーお疲れ、どんなハート、あたしピカピカ。そう、今日はひなさんの卒コンのリハーサルでした。見学してた、あ、客席にで見学してた。コーマハート、まっちゃん応援してる、ブライアンハート、かしげますピカピカ、おだやんピカピカ、コーマピカピカ、サイサイハート、まっちゃんピカピカ、コーマピカピカ、いっちゃんお疲れ、コーマピカピカ、ととみさんハート、いっちゃんかわいい、すずかピカピカ、いっちゃんファイト、あそぼもち花、クリボー花、キズナピカピカ、ワリガルかわいい、いっちゃんレモンスター、ナベッチ花束、まさかずハート、トイヤコバン、クリボー花、つーさん偉い、コーラレモンスター、ナベッチ花、配信で見る、ありがとう、おだやんピカピカ、チップさんお疲れ、インジさんピカピカ、明日よろしくお願いします。もう本当にラスピカピカ。そんなくるくるは恐れ多いというほどの出演なので、カストルピカピカ、吉田美かわいい、アンディお疲れ、おせぷもちピカピカ、まきまきまきくま、たきもち応援してる、なんか暑いここが、ミシャハート、おせぷもち出ました、ナレシハート、ノフロブイハート、ワンタン花、インスハート、ナイスハート、ミシハート、リンクピカピカ、嬉しいチョコ泣いてるさんピカピカ、ナイスハート、かわいい、ありがとう、明日行く、お待ってます、髪型ね、わかんない、どうしよう、ひなさん、ひなさんに聞こうかな、フジポンハート、ワンタンハート、マックさんタコ、トモハート、おさんハート、ドイヤダルマ、アチューシグー、カンさん、よろしき、ひなさんの卒コン突然、うん、で、よく発表しないって言われてた、そもともとこっそり、こっそり出るんで出る予定だった、カンさん、コバン、アチューシ花ハート、おさよさんお疲れ、いささんハート、明日やるのね、楽しみ、嬉しい、ラベンダーピカピカ、おさん花、おだやんピカピカ、あきらピカピカ、いささんピカピカ、こみたんハート、さくさんピカピカ、夢のせいで甘えでもよかった、え、寝れたっちゃ寝れたけど、今日の夢は本当にやばかった、あの普通に弟に殺された夢の中で包丁で刺された、お母さんも弟の味方だった、いけいけみたいな、私がやめてみたいな、包丁持って追いかかれるからやめてやめてって言ったら、いけいけみたいな、お母さんが言って弟が私を刺した、ガッてで刺さった瞬間に起きた、バッて起きて心臓バクバク、昨日から気になってます、あ、また気になっていいよくるくる待ってるよ、沼にはまっちゃっていいよ、ジタマタコ、山さん守りたいこの笑顔、ありがとう、知らない、あ、もともとくれたが楽しみました、嬉しい、そう、でも殺される夢っていい、夢占いではいい方の意味だから、まあいいですよ、金運アップって書いてあった、包丁刺される夢が金運アップ、冷や汗は書いてなかったけど、めっちゃ心臓がもうやばかった、山さんハート、 A さんハート、え、もう本当に明日はでもそんな、あのオープニングアクトくらいの出番と言えるくらいかもわかんないくらいだから、無理しなくて、あつしハート、フォークハート、そう、金運アップ、でも金運、金運くるくるあんまいらないな今、金運いらなくてお仕事運が欲しいですね、東京ももじりかいさんピカピカ、
他の意味は違えていた。楽屋にシティのコンビニできた。何か食べた。なんかくるくる少ししか出ないからコンサート、そうコンサートの差し入れ、ケータリングとは言わないか、差し入れでなんかコンビニみたいな、ミニコンビニみたいなできてて、コンビニの商品いっぱい並んでたんだけど少ししか出ないから取るの申し訳なくて自分で買いに行った自分で取った。夢の話を届く。弟はね寮にいるので家にいないんですよ。お兄ちゃんピカピカ、山さんハート。そう、ショートンが欲しい。サイピカピカ、山さんハート。おさん花、おさんさんピカピカ、ローズガーデンハート。配信レベルありがとう。ポチャポチャくんハート。グラビアまだ私のあれが多分足りなくて、まだオファーはいただけてないので頑張ります。私の努力が足りない。天使連絡ピカピカ、シンさんハート、唐辛子さんハート。唐辛子ってこういう感じ書くの。カムカムかわいい、天使連絡ハート。ヤビーピカピカ、ハルさんハート。天使の役だるま。そうクルカメラさ、カメラ壊れたんだよね。なんかカメラ壊れちゃって、なんかつかなくて電源、なんかどうしようみたいな。やば。ヤマピーハート、ハルハート、リフピカピカ。知らないという言葉の意味間違えていた。わかんないんだよね。なんか久しぶりに電源入れたらつかなくて、充電ないんかなとか思ったけど、充電して入れてもつかなくて。おとんハト。モニターがつかんのか、何もかも何もかも動かない。モニターもつかんし何もかも動かん。こうやって目から覗いても何も映らない。うんともすんとも言わない。クエンパ面白い女ありがとう。てるてるくんピカピカ。湿気？スピンピカピカ。そう真っ暗。スピンハート。バッテリーって何？ホームガーデンハート。バッテリーが何か分かんない。蓋取るの忘れてて、クレーム。わる、わかる、めっちゃわる、くるくる。ゆきひろハート。さくさん花。同期の分確保しなーい同期しなーい。さくさん花。あれちゃんピカピカ。ボルダーガリピカピカ。保証期間中かな。なんかさ、保証期間中のさ、なんか髪いるよね多分。どこに行った、くるくる、髪どこやったかな。トンちゃんピカピカ。深夜ハート。トルタロピカピカ。バッテリーって何、何、電池ってどういうこと。電池って何、電池、バッテリー。シュン花。あ、箱があれば。ある、ありました。今知らずに知ろうとしなかったよ。ちびとトトイ。これは故障ではないかもしれない。何、バッテリーってあれ、カメラの下からこうやってピュッてやってピュッて撮るやつ、なんかちょっとカチッって取るやつ。チビドトトイフロストピカピカで取るやつだったら充電してる。
カメラの底から開いて取り出せる四角いやつ、あ、合ってる、それはもうしてる、充電。ロストハート、なんか調べたらなんか接触障害みたいな、接触系みたいな、下丸ピカピカ接触系って何、接触、え、接触みたいな、なんて分からん。向きはね大丈夫、サックピカピカ、あ、そうそう、それ接触不良、それじゃん。接触、お店で相談、行く時間ないとき教えちゃっと、行く時間ないだけなんだけど、行く時間ないだけなのにさ、使いたいタイミング多くてさ、4月悲しい時、ピアハート、あ、間違えた、だるまどついたら治る、確かにあるよね、テレビなんか息吹きかけたら復活、そんなもあるの、あとで吹きかけてみよう、それで治ったらすごくない、それだけだよ。カメラで窓ガラスを壊してもらった時に壊れたかも、あ、そうかもしれん。タイトルハート、美女優勝、髪伸びたよな、くるくる、もうちょっと切った方がいいよね、多分ちょっと長いよね今しさ、なんか量多い、サクハートバッテリーの端子、中の方、外だ、取り出した方、サクハート、なんかさ、そのさ、拭き取るのもさ、アルコールとか使ったら絶対やばいよね。イケちゃん23ハート、マックス講師もハート、母さんピカピカ、母さんハート、くるくるね、なんかハーフツイン頭の形的に似合わないってメイクさんに言われた、くるちゃんは似合わないねってオッケー、そこでさ拭いてるの直接、あ、綿棒、確かに綿棒いい、マックスかがしもこばん、あ、電子機器はから拭きか、あ、パパにお願いして修理してもらうこと、タンプレとか、確かにくるくるね、タンプレほんまにもらわんけ、やばい、もうさ2年ぐらいもらってなくて、最近チビゾー結婚してありがとう、やだけど帰っとくね、マックス少しもピカピカーはっきり言いすぎ、まあ確かに、でもはっきりなんかそのなんていうの、まあやってみるのもありだねとは言われたんだけど、その初めからないって言ってやらんよりかは、まあやってみてもありだと思うけど、初めの方はでも頭の形的に似合わないから、まあ避けるべ、避けるのもありみたいな感じだった。アンパイでも言ってることはすごくわかる、似合わない、充電してくれ、ランプついてた、サイバーボンピカピカーと白ポップコーン、ヒロタールだるま、年色かわいい、人生ピカピカね、明日楽しみ、
ティッシュハート音符くるくる。で、葵さんがやってるのとかが似合うと思うって言われた。葵さん系統マジなトーンで。え、でも なんかね、くるくるの聞き方が結構その、冗談抜きで教えてくださいみたいな、その冗談抜きっていうか、そのお世辞抜きで私似合う髪型と似合わない髪型教えてくださいって言ったので真剣。私らハートン、あ、なんかわかる、あ、わかる、あ、すごい、そうなんよ。諦めて私の買うと治るよ。おもろ、神様ひどい。ジュンのハートン、てか葵さんのさポニーテールさ可愛すぎて、もう可愛すぎて絶望した。スジローピカピカー、まあね、好みはある。どうしよっかな。でもやっぱ主役が目立っていただきたいので、さすがにそのちょっと抑えめ。私のツイン似合わないしな、どうしようかな。本当になんかさ、いや毛量なんよね多分問題は。問題は毛量。お疲れ様です、やっほー。え、キングオの髪型面白くないやん。やっぱさ髪型とかさメイクの出来でさモチベも変わってくるよね。もちろんちゃんとするよ、そのモチベないとかじゃなくて、その可愛い髪型になったみたいな気分は上がる。まさかずハート、誤差は変わる。どうやりました、てかあずみんは坊主にするんですよこれから。あずみんは坊主にする。やっぱりバッチリ決まってるとルン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 だし、逆にあ今日なんか前髪変だなとか、わっこの髪型やってみたけど似合わんかったなとか思ったり、今日顔むくんでるわとか思ったらもう最悪ってなる。こんなんじゃ人前出れないってなる。あれ、あずみは坊主にするんですよ私との契約。レッスン、この前のレッスンの時に、あ、仕事で切りまくって、あ、そうなの、そうなの、またいつか会おうね。レッスンの時に、まあ、3曲ぐらいその日レッスンやったんですよ。その3曲で、まあ、1曲終わりました。次はこの A の曲か B の曲どっちが先にやるかっていう予想し合ったんですよ。この A の曲を先にやるか B の曲を先にやるか、どっちが先にやるでしょう。で私は A にかけたんですよ。私は A だと思うって言って、あずみんは B だと思うって言ったから、メタボさんもハート、かしこさんピカピカ、まあ、これはまあ冗談ですよ。あのドラマみたいなノリで、じゃあ何かける、私は命をかけるよみたいな、そのあるやん、悪魔ゲームとかもそうやん、今やってるドラマの悪魔ゲームだっけ、なんだっけ、悪魔なんとかみたいな、悪魔忘れたわ、ドラマのタイトル、今やってる悪魔のやつであるから、私は A の曲は先にやると思う。私は命かける、あずみは何をかけるって言ったら坊主にするって言ったから、
じゃあ坊主ねって言って、そしたら A の方先にレッスンが始まったから、じゃあ安住坊主決定で、安住は坊主するんですよ。サクさんハート。あ、そう、悪夢ゲーム合ってた。契約の仕方ないじゃろ、もうかけるって言ってるからね本人がこの口 で最初にその先生がじゃあ B からやりますみたいに言ったの。 B からやりますって言っては最悪って、私もう終わったと思って、私命かけたからもう終わったって思ったら、先生が急にいやでもどっちの曲の方が難しいっけみたいな話になって、どっちの曲の方が難しいってなって、まあ、どっちも同じくらい難しいですみたいになって、まあ A 先にやるかみたいになって A になったんですよ。このギリ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 くるくら生き抜いたので坊主確実に。かしこハートふくぽんハート重さが違いすぎ、そうだよ、あずみんくるくると同じぐらいの重さをかけるメンタルはなかったようだ。メタボさん手紙、全然つやってないけどね。主人公の描き方、そうなんですよ。ポーズの方が朝は楽、え、確かにね、朝楽よ、朝楽で、1回目 B からやりますって言った瞬間、安住めっちゃニヤニヤしながら私の顔見てきたからね、イエーイみたいな、イエーイみたいな顔して、もう終わったね、なんか来ないみたいな来ないってきてやってきたから、逆転勝利ですね。くるくるとヒリヒリするような勝負いいよ、スリルを求めているので。あーちょっと汚い、最近一段と可愛くなった、嬉しい、ありがとう。正解、予想正解です、大正解。逆にさ、くるくるどうやったらさ何が似合う、サボロピカピカー、あー、救う時かなり楽なくて、え、ありがとう、めっちゃひーちゃんがめっちゃ言ってくれる、サボロハロー、眠たい、あ、今日の私の心臓の高鳴りを聞いてほしかったわ、弟に殺された瞬間の。ワンタンピカピカー、多分結婚してありがとう、やだ、帰っててね、明日は何時起き、え、でも結構言うて
天使のエルグハート、うわなんか忘れてたわ、3回くらいくるくると聞こえない、3回くらい面白いな。天使のエルグハート、マスターがピカピカ、おのまさんピカコーン、ありがとう、一番ピカピカ、私生きてるって起きた、そう、あ生きてた、でも結構夢の中では絶対に復讐してやると思いながらやられたやられたから、こうやって人間のその魂は残っていくんだなって思った、ドラマとかのあれでもあるように。そうレイヤーね、マネージャーさんにも言われたんだけど、レイヤーをすると逆にヘアアレンジは一切できなくなっちゃうんよね、結んだりができなくなっちゃうから、そこが考えものだなみたいな感じっていう意見をもらったマネージャーさんに。レイヤーもいいけどみたいな、なんかアレンジができなくなるからみたいな、むずいよね髪って、むずい。ポーコピカピカ、クルクル何かすると復讐されるクルクルは復讐はしないけど根には持つよあの復讐はしないよ、しないんだけど、あ現実世界ではね。でも一回やられたことは覚えてる、覚えてるし忘れない、多分忘れないし許さない。フリアハート、ポイユハート、高いハート。いやウルフも思ったんだけど勇気いるよねウルフ、もうさ完全にさイケメンクルクレンの路線変更が求められるじゃんウルフにするなら。なんかそこまでに勇気が出なくてどうしよう。教えした人に荷物持つね、忘れないよ。ハンちゃんハート、ハートビート、ハート震えた止まらせない。マサルンダルマ、ワンタンリモスタ、だってもうさ一回なんかさそういう嫌なことをさこう嫌なことがあった記憶があったらさ、もうそのそれはさもう揺るがない事実なわけやん、揺るがない事実があるから、あもうこうなるんだっていう未来として、そのこの人はもうこういうことなんだってなっちゃう。私はわかる、伝わるこれ、なんかそれはもうその人の心の中から出た言葉だから、それに傷ついた傷つくやん。でもそれってもう言われた言葉として確実に頭に刻まれて、本当に思ってたってことでしょって話になるから、思ってないんだよ実はごめんみたいに言われても、いやもういいよってなっちゃう。ね、ウルフ路線変更ね、おっさんハートマスターが尊い、ワンタンレイマスター、嫌なこと仲間ハート、一つくらいだけにもある、え、でもそれって歌詞違うよね、あの生きてたら嫌なこともあるよねみたいな話よね話よね、当たる。石田さんハート、かコムさん寝ました、ワーさんピカピカ、マサルンピカピカ、
あ、でもそんないないよ別に。ちょっとでも嫌なこと言われたらとかでも、結構本当に究極嫌なことじゃないと根には持たない。そのちょっとなんか陰口言われた系だったらまあまあまだまだくるくるのメーターはまだ大丈夫。あっち、ハト、マサル、ハト、クマタカピカピカ、カズポ応援してる。もう本当に本当に嫌な気持ちになったらもうそれはいやってなるけど、ちょっとならまあ。ほいハート。まずかずハート。でもファンの方ではいないんですよ。まだとか言ったらあれだけど、まだとか言ったらあれだけど、いないですよ。その根に持つほどのその事件は。サクさんピカピカ、マサルンは花教えの根に持つ系はまあまあ可愛い根に持つ、この教えしたでしょうぐらいの根に持つ。アイパンさんとヒラさんの卒業公演無事当選、お待っているよ待っているよ。鬼軍曹ハート、やば宣教師に行こうかな、やばい、おもろい、もう根に持つね、それは確実に確実に 100% 根に持ってますね。 もし万が一根に持たれてしまったら挽回のチャンスあります。えくるくるはないね、挽回のチャンスはない、ね、でもその根に持つハードルが高いからここを超える人はもうなかなかいないよね、なかなかいないから挽回はない。だから10個ぐらい溜まったらもう超えちゃう、わかる、超え10個ぐらい溜まったら超えちゃうから1個とかアニグさんハート、小さいことも何気に覚えたりもうすはするするする。意思表示の手段としてそのファンの方の SNS をブロックするでもさ SNS ブロックなんかさ勇気いるよね、やっぱさ。でその人は多分さブロックされたみたいなツイートするわけやん、したらこの子はブロックする人なんだみたいな思われちゃう。まあそれがさ、それはさ自分の心を守るためならさ間違ってないけどね。マサルン小判、何個持ちの話え全然そん、あの私あのちょっと可愛くなかったねぐらいそのだったら別に全然大丈夫だから、ちょっと可愛くなかった、なんていうの、可愛くないねなら大丈夫。でそれがなんあったのはうん、ない、ファンの方はまだないですね。まだって言ったら日の光だるまはんちゃんピカピカ、まあ、逆にそんなこと言う人いないけどね、可愛くないね星になってる、なんだろう、可愛い、本当ありがとう、めがちゃん可愛い。公演の評価は全然、だってそれはさ、まあ、その人が見た事実やん、その
だから全然大丈夫。それはメガバイトちゃんかわいい。タコマシマシピカピカー。あ、インスタグラム見たらコメントしてありがとう、嬉しいです。ぜひコメント待ってます。コメントしてって書いたストーリーに、トンちゃんかわいい、マサルハート、あーミュートね、確かにミュートなら確かにブロックじゃなくてね、あすごい、ブロックのローをあれにしてミュートの伸ばし棒を波線さん、えこれがあれになるんだ、星になるんだ。ホイユハート鉄人応援してる、タツさんピカピカー。クルクルは一生泣かない女なのに泣いてたねって言ったからポイントたまらんそんなんじゃたまらんよ。マッチピカピカー。お好きな時聞く、コメントのパフォーマンス嬉しい、ありがとう。てかそう今日インスタにさ普通にあれだよ、全身写真2枚も載せてる、成長じゃない、私の苦手な全身写真を2枚も載せている。おかびピカピカー、メタボ投げ中して、マサルもピカピカー、コメント見てるよ、見てるよ。思った、しかもさ、ディフェンスの、愛しさのディフェンスの写真だよ。珍しいよ。もう本当にレア。てか最後、まあ最後ではないか。正式に最後かわかんないけど、ほぼ最後の愛しさのディフェンス。おかピカピカ、桜町ピカピカ、マスタカかわいい。なんかその、着れるのがほぼ最後。まあわかんないけど、ほぼ最後かなと思ったから、ちょっと頑張って全身写真撮った。ケムピカピカ、アズミンに。お願いしますって言って、でしかも愛しさのディフェンスなんてもう急いでるから、みんな急いでる中で、あずみちょっとごめんみたいなってお願いした。そう前進した、前進2枚もらって前進したよ。小松さんハッパーワリガルかわいい、前進つられ始めてる。本当前進者に苦手な理由、漏れない。みょうこちゃんピカピカ、ガトラピカピカ。あと個人的にこれは勝手に自分の中で思ってるだけのことなんだけど、スタイル悪いから全身写真なんかあんま自分のスタイルを受け止めないといけないから嫌だ。インスタ写真見て24年留年して同じクラス、あ34年か、24年、くるくるほんまさ最近数字読めなくてやばい。同じクラスメイト泣いててました、えいけるんじゃないんだね適当みたいな。えでもなんかこの前ニュースで流れてきた、なんかなんだろう、なんか年齢を超えた、垣根を超えた高校生活みたいな流れてきて、その方は何歳だったかな、50歳ぐらいの方が高校入って普通に男子高校生、その男性だったんだけど、高校50歳の、あ50歳か分かんない、それぐらいの一緒に高校生活送ってますみたいな動画見た。斉藤由紀さんハート、したらよくない、そう漏れない感じする。てかその目に光がないんですよ、くるくる全身 写真撮ってる時の目に。見て今日のインスタの1枚目の写真、なんか目こうやって拡大してみてほしいんだけど、本当に目に光が入ってなくて、もう自分で描き足そうかなと思ったくらい目に光が入ってない。どうしたらいいの、見たニュースね、あった、見てほしい、ほんまに目に光なくてびっくりしちゃう。なんでなんだろう、下から場所かな、真っ黒だった目が、こうやってたら入ってるんだけど、どう書き出す、もうし白のペンでシュッシュッって、そうナペに死んだ目をしてるよ、死んだ目をしてるよって言われちゃう。黒目大きくて綺麗、
私車大きいんかな、嬉しい。なんかさ大きいのさの基準わかんないけどさ嬉しいな。みんな言うじゃん、なんか〇〇ちゃんって黒目大きいよねみたいに言われても黒目が大きい。存在キラキラ光ってる、ほんまですか。あ白目綺麗本当。でもやっぱ私口が大きくなりたい。口が大きくなりたいです。口が大きくなったらなって大きい口で笑いたい。え昨日のさレイチとのさ公演のさ褒め合い、レイダー終わりの MC かんちゃんハート、小さくても可愛い本当。あと小さい口なら小さい口でこの口角をこうでサイヤさんみたいな、こういうのが良かった。照明の問題もあるんかな、やっぱ目に光、目力が分かりやすい。ほんまで、なんかペンライトって何の口、何の口じゃない、何の話、あリーチの話か。カリンクルク見る、ありがとう見に来て楽しもう。エルナがペンライト、そうクルクの効果上がってる本当。こうやってこれをさデフォルトに。でも女優さんで下がってる方いらっしゃって、あ橋本環奈さん下げて、口を口角下げて笑う時がある。松尾美さんめっちゃ怖くて、え確かに、わじゃあいいや単純ね。ハマーピカピカフォーユーハート。そうリーチとの MC の時に褒め合いだったじゃん、くるくるなんかめっちゃ負けたんだけどさ、普通にさ私さ聞いてたんだよね、そのリーチのさ、リーチが言ってくれたことに対してそのスルーできなくても反応しちゃうの、なんか それについて詳しく深掘りしたくて、その深掘りしたくて仕方なくて、えそれはどういうことみたいな、わかる、キュン太郎だるま2拍目くらいで負けてた。いや結構なんかもう早くに負けちゃって、その消えてたら自分の番になってるからやばいと思って、その一回ちょっとさ DM 見てみてわかるから、リエチに言われたらえぇ、ー、みたいな、くるくるえうんみたいな、やってるからそっちに気を取られすぎて答えるのか決してその褒めるとかないとかじゃなくて、誰のハート、そう詳しくってなった、そう普通に忘れた。でその後そのファンの方のくるくるが反応、リーチの言葉に反応してて可愛かったっていうツイートを見て、あ私反応してたわって思ってそこで気づいた。で確かにリエチとかカスミンとかノアピ反応してなかったわみたいな、そういうことねって思って、私鼻が高いって言われて、えよく言われるみたいな、その学校の友達によく言われてたから、えよく言われるって言おうと思って、でも自分の番来てるから、えああでかわいいみたいななっちゃった。嬉しくて、いや褒めたら嬉しいやん、嬉しい。連続って花束言い訳メイビー好きなのかもしれない。そう普通にうれしいやん言われたら、え思ってるそれとか言いそうなった、ここがいいみたいな、えそれ思ってる本当みたいな本当それ自分自身ね一人でやってるのやばいだろ、一人で自分の好きなとこ
めっちゃ自分好きなやつみたいなのあるやん。ちゃんちゃん目が大きい、ちゃんちゃん鼻が高い、ちゃんちゃん口がちっちゃくて可愛い、ちゃんちゃんエクボがある、ちゃんちゃん、あ耳が妖精、ちゃんちゃん髪がツヤツヤ、ちゃんちゃん背がまあ小さい、まあ小さい高いのがいいけど、ちっちゃんちゃん、こうなんか、うん、あちょっとここ褒められる、ちゃんちゃん、まあ、黒が似合う、ちゃんちゃんないよ。ハート、え、そう萌え台詞、そうお話し会でメンバーに褒められ萌え台詞、え、いいよ、くるくる褒め上手だから分からんけど、サイチかっこいい、肌美しい、あ、ちゃんちゃん目が回っちゃう、目が回っちゃう、あ、確かにいい、いい、好きなとこ、いいとこ何気ない一言、おもろ、ほんと言っていきます、フェイスライン、そうチコさんに褒められる、あ、うん、ソラさんも言ってくださる、優しい時こうしてカープさんピカピカ、確かに客観視するいいトレーニング、え、くるくる結構真面目に客観視したらさ自分のこと一切褒められないんだけど、どうしよう、もう本当にちゃんちゃん空気読める、あ、自己紹介の癖が強い、いいとこ、まあいいとこか、確かにいいとこ、いいとこ、いいとこ、あ、まつげ長い、確かに言われる、フェスラインうれしい、出せるうまい、まあ確かに確かに、普段リアクション力とかね、昨日の褒め合い弱かった、もうね褒め合いねし、いやもう 逆にそのみんなやってみてほしい、その急に回ってきたら出てこないから、もう焦る、ゆっくり言わせてみたいになる、ちょっと一人でやってみて、一人で推しメン好きなとこいい大会みたいな、一人でやってみて、ちょっと家でくるくるのこの配信終わりとかにパフォーマンスとビジュアルどっちもやると嬉しいまあどっちももちろん 100% 嬉しい上で、なん、ビジュアルかな、え、どっちも嬉しいけどね、どっちも嬉しい、あれ無限に言えます、あれちゃんと、でもちゃんとあのあれですよ、リズムは崩しちゃいけない、あ、じゃあこれは絶対やってくれる人いない、いないと思うんですけど、一人でその録音して X に載せる、 Twitter に出すっていうくるくる好きなとこ山手線ゲーム一人でやって Twitter に載せる、リズム崩れてたらクルクルは言うので、それリズム崩れてますよって、それはもうアウトです、クルクルの好きなとこ言えてませんって言うから、のぶさんハート、朝のともらお願いします、聞きます、徹夜しちゃう、お願いします、え、究極のタコ、似た似たこ、え、私ほんまにさ日本語やばいかもしれん、あ、勉強できるとこ、確かに100個褒める手紙を書いて、え、ありだよ、あり、めっちゃあり、それ、あ、小さいけど大きく見える、え、嬉しい、クルクルのキャラギャップあって好き、え、嬉しい、キャラね、意外って言われる、そんな喋ると思わなかったって、あずみんの超絶罰ゲームツイッター載せるな、絶対誰もやってくれないやつね、あ、インスタストーリーのまんちゃん見に行けないな、その時だけちょっと上さんに許可取っ、許可取ってフフ、褒める手紙は長文で書いた手紙短めにって言われて、推しメンから誰か分かんないけど、くるくるどっちも好きだけど、どっちも好きだよ、短くても長くても、
いつもいいねくれるフォロワーさんさえくれます。おもろい、めっちゃおもろい。いいねしようかな、くるくるが。なんか結構さ、みんなさいいねしてるっぽいなと思って、サンキちゃんとかも結構いいねしてたからいいのかなと思って、わかんないけど、まあ一応聞くけど、しこまピカピカ、無口でクールな感じ。そう、普通に真顔があの怖いって言われるから多分クールに見える。なんか目つきが悪くて、普通にもうこれはもうあれなんですよ、眼力なんですよね普通に。だって真顔をしたらまずそのあんまり口角上がってないから、まずだって今日ひなさんの卒コン見学してたんだけど、客席で、でくるくるメガネかけて見てて、コンタクトしたら頭痛くなっちゃうからメガネかけて見てたんだけど、リネさんにあの最初くるくるって分かんなくて、なんか どこかのスタッフさん、お偉いさんのスタッフさんかと思ったって言われて、めっちゃ面白くて、それがもう。おやまさんハート、 YD 花、ドブポップコーン、やはやはピカピカ、食べてダックスピカピカ、かわいかしていいにして、あ、そうなの、そうなの、トシちゃんピカピカ、くるくるのハイポスト元気出る、ほんま、トシちゃんピカピカ、画面隠してみると目だけ、そっか目がね、あ、くるの好き、なべこハート、あ、ゾクトシ好き、褒めてる褒めてる、なんかなんかさ貫禄あったよって言われた先輩、なんかすいませんと思って、そのちゃんとくるくるはその態度こうやっぱその先輩が踊ってる中こう座って見てるから、一人でね、その態度悪くないように、態度悪いように映らないようにこう見ようと思って、でもくるくるそのライブ結構真顔地蔵タイプだから、こうやって地蔵なんですよ、これ見てる間もレス来たら微笑むみたいなぐらいだから、もうすいませんと思って、なべこピカピカ、太郎ピカピカ、楽しみな感じかっこいい、嬉しい、鈴の実かわいい、シュリアペナイト、目に惹かれたことある、引きます、足もでも組んでて、いやもう絶対やばいと思って、でもくるくる足組むの普通に癖で、意識してなかったら組んじゃうから、もう意識して下ろした。たくまバシバシかわいい、でもかわいかったですよ、ひなさん明日の当日が楽しみですね、すごかった、すごいコンサートになると思います。え、最近来島さんのことは気になってます？嬉しいんですけれども、気になってください。あの幸せにします、くるくるを好きになって、好きになってくれたら幸せにします、ぜひ。てかくるくるさ、あれだわ、カフェラテ飲んだら頭痛くなる、いつもなんだよね、それはなんで？カフェイン？カフェインですか？酢とかポップコーン、カフェインに弱いのかな。え、でもさモンスターとかさ、レッドブルとかもカフェインだよね、それは大丈夫なんだけど、カフェオレのカフェインに弱いのかな、カフェラテか、カフェラテ、救急ハント、そう、やっぱなんか頭痛なるなと思って今日久しぶりに飲んだのカフェラテを、したらやっぱ頭痛になった。汗汗、みちゅさんの卒コンでもダンスの存在感すごくて、そこから気になってます。
最近なんか個人的にくるくるの中ではその停滞期、パフォーマンス系停滞期だなと思ってて、あんまりそのこう皆さんを感動されるものを見せれてないかもというふうに落ち込んでいたので、そういう言葉をいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。好きになってください。明日も7周年も公演も頑張ります。え、可変は頭痛に効くはず。え、あ、取りすぎると逆にってこと。キアさんハート、ヒロックハート、やっぱみかんしか。最近ヨーグルト食べてる。ボイドお疲れ。ボイドポップコーン花。そうだったんです。血管が拡張した時に温めたから。そういうこと。あ、いつも感動してる。あれ、停滞したと思わなかった。本当ですか。なんか自分の中でちょっとなんか自分の中でだから、まあ本当になんか何な、その成長できているのか私はみたいな気持ちだった。信号ウインク、ウインクして。急上昇でした。嬉しい。急上昇に乗れて、ランキング、急上昇ランキング乗りました。ゆうかと出会えたことは幸せ。勝手にゆうかとか言って、ありがとう、嬉しい。誘拐日ね、なかなかあれないからちょっとドキッとするよ。目安芸人はシェンスなハート。くるくる見て感動して、金見て欲しいと。本当ありがとう。来られました。成長はしてるけど成長は苦手。もろい、普通にもろい。来られました。あ、ゴルフも停滞期あるよね。え、でもなんかそのダンスの先生のお言葉、過去にいただいた言葉を今思い出しました。停滞期っていうのは頑張ってる人にしか来ないからいいことなんだみたいな、ちょっと詳しく忘れちゃったけど、そんなのを言われた記憶があるので、そのずっとその頑張ってたら停滞期は必ず来るから、その やる上手になる、上手になったとこを続けるじゃん。こう上手になってこれを保ってたら停滞期って気分になっちゃう。これが停滞期だ、停滞期だ。でこれ頑張ったらまた上がれるから、その上がってるからこそ停滞期が来るみたいな言われた。そうですよねみたいな。花垂公演の時に柏木まさきピカピカ。下田ありがとう。前できなかったことができて当然だったのと意味が違う。あ、確かに確かに。会いたかピカピカ。でもくるくるも全然自分がそんな努力かとは思わないけど、くるくるの推し活が停滞期だからよくない。あ、その皆さんの推し活の停滞期はくるくるがぶち壊します。ボン怖い。ちょっとあのいい意味でね、いい意味でぶち壊します。停滞期、こう停滞期をこうぶち壊した先にあるその愛を探しに行きます。くるくるが何もしない人には停滞期すら訪れない。あ、そうそうそう、そんな感じだった。あ、このよしハト。そんな感じのことをダンスの先生が言ってくださいました。優しい時あ、伝ってきます。ありがとう。気持ち入ってよかった僕たち。ありがとう。あ、壊してくれてる。壊していきます。おもろい。やったね。ストイック、ストイックくるくるですか。でもくるくる全然そんなことないんですよ。くるくるほんまに、だからそのアスリートさんとかにベリーリスペクト、超ベリーリスペクトしてて、アスリートさんってもう狭き門があるじゃないですか。
狭き門の中でも1軍2軍3軍とかあってスタメンとかあってそこに入るって、しかもさ各役職が決まってるスポーツとかだったらさ、その一つの役職を取りにたくさんの人がやるわけや。おぉみたいな、どういうこと、ストイックルクルすぎるでしょみたいな思っちゃう。本当にすごい。ド派手に携帯機ぶっ壊してもらいます、お願いします。やらせていただきます、くるくるやらせていただきます。途中で垂れなるエスカレートからある、うわっ、たとえうま、そういうことです。そう、こうやってこう来てこう来てやっぱこうなっちゃう、どうしても。それをもう一度こうさせるのが、まあ、くるくる頑張りどころ、今の頑張りどころですね。あ、安定期、いい意味でね、停滞期じゃなくて安定期っていうか、安定期。あ、涙が、あ、涙がじゃない、目がいく、ありがとう、目が来てもらえる、頑張ります。 3.75 フロシッキー、これなんて読むんだろう、なりすえなんとかさんの本を読む、本いいよね、ウェディングアロ読んでみます。精神論的な感じかな。できないと思うのはもっとできる自分がイメージできてがいいこと、確かにね、良くなるためのね、役職って人狼みたい、確かにくるくる役職、あ、人狼めっちゃ向いてない、すぐ顔出ちゃうし、一番最初に駆られるタイプ、くるくるパフォーマンスはいつもいいから、あえて言ってなかったのもあるかも、いいよいしょ、ありがとう、言ってくれたら超絶嬉しいです。桜咲くピカピカ、ありがとう。停滞期に他の目を見るのはありなし、 100% なしですね。桜咲くハート、うん、控え、すごい、勝ち上げピカピカ、こういうハート、あ、タメスエダイさんっていうの、タメスエダイさん、狼顔できそうだし、市民の時に市民顔市民の時さ、もう本当にさ何もないじゃん、市民ってさ何もすることないけさ、え、本当にすることないんだけどみたいな、もう態度に出ちゃうから、もう本当に市民っていうのがバレバレみたいな。トンちゃん、あ、間違えた、トシちゃん、音符手つじピカピカてか、この前ボイトレあったんだけど、そのアクターズの時の先生なのね、アクターズの時の先生で、なんかサクさんピカピカー、ありがとう、その3期ちゃんと 2.5 期でボイトレしてて、なんか歌唱力の話になって、え、そういえばみんな出るのみたいな、出るんって言われて、そのアズミンとリオツァも出るとヒーちゃんとリエチが出るのが出てたから、あの発表ね、あのツイッターで発表されてたから、はあ、みんな、あ、ちょっとこの4人は出るんじゃねーみたいな話をしよって、ルイヤハントで、そのボイトレの先生が、いやー、あのイベントは出た方がいいよみたいな、すごくいいから出た方がいいよみたいな、いいイベントだよみたいな言ってて、で その話から、その前回の歌唱力の話になって、なんかクルクルなんてアクターズの時に一度も歌で歌唱力で日の目を見てないのにみたいな面白い先生で、その結構はっきり言ってくださる感じの先生なんですけど、アクターズの頃に一度も日の目を見てないのに選ばれて、私たちも騒ぎまくったよみたいな行くと思ってなかった、絶対行かないと思ってたよみたいな、いまだに信じれないもうなんてことなんてことみたいな、もう本当に自信ない、マジ、え、やりたい、 STU 夜中人狼とかやりたい、普通に。キヨさんハートそう、まさか行くと思ってなかったよみたいな、でな、逆にだけそういう癖がないのが良かったんかもねみたいな感じで言われて、あー、うんですよって言った、うんです、うんです、うんです、まあね、それで
好きになってくれた人もいるから、それはもう嬉しいことなんですけどね。嬉しいことなんですけど、 100% 行くと思ってなかった。 100% とは言ってないけど、まさか行くとは思ってなかった。放課後生でピアノ弾いてた人とは違う方で、結構前からお世話になってる方で、なんですよ、違う方なんですよ。ありがとうございます。まあ確かに一度も日の目見てないんで、アクターズでソロオーディションなんて受かったことないし、受かった試しないし、クラスでやる曲なんて一人ずつ歌って先生がパート決めていくんだけど、私はもうソロパートなんてなかったから、根に持ってる、ええの普通に自立すぎて根に持てないって感じかな。事実にも程があるって感じ。事実にも程がある。え、全然ダンスでも評価なん高くなかったよ。全然高くない、後ろで踊ってた、ちっちゃく。それでは男女読みます。13位柏木まさき、ありがとう。12位あつよし、ありがとう。11位いっちゃん、ありがとう。10位忘れっぽいもち、ありがとう。9位しんご、ありがとう。8位まきまきまき、ありがとう。7位さく、ありがとう。6位おのまさ、ありがとう。5位ワンタン、ありがとう。4位明日は、明日は神がすぎる、オッケー。コーラ、ありがとう。3位メタボ、ありがとう。2位よしゾンビ、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルパーン、ヤマさん、ありがとう。ヤマさん、ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。明日はひなさんの卒業コンサートよろしくお願いします。ちょっとだけお邪魔させていただきます。それではおやすみ。